5月末日「世界は星と人とよりなる」「嘘つけエミール・ベルハーレンの世界という詩を読んでいるとこんなくだらないことが書いてある」「何もかもあくびいっぱいの大空に私はこの小心者の詩人を軽蔑してやろう」「人よよじがたいあの山がいかに高いとても」 飛年さえせならば恐れるなかれ不可能の「金の春芽を責め立てよ」実につまらない詩だが祭祀と見えて実にうまい言葉を知っている「金の春芽を責め立てよ」か窓を横切って赤い風船が飛んでいく「呆然たり呆然たり」 呆然たりか。なんと住みにくい浮世でござりましょう。故郷より手紙くる現金主義になって自分の口すぎぐらいはこっちに心配かけないでくれ。妻というものにうぬぼれてはならない。お母さんもだいぶ衰えている。一度帰っておいで。お前のブラブラ主義には不賛成です。 五円の為替を膝に置いて「おありがとうございます」私は情けなくなって遠い故郷へ舌を出した六月末日前の私室に今夜は青い火がついているまた兵隊さんが一人死んだ 青い窓の火を横切って艶する兵隊さんの影が二つぼんやり映っているあら蛍が飛んどる井戸端で黒島さんの細くんがぼんやり空を見ている本当寝そべっていた私も縁端へ出てみたがもう何も見えなかった夜 隣の坪井夫婦黒島夫婦、婦黒島遊びに来る。坪井さん曰く「今日はとても面白かった」「黒島君と二人で市場へたらいを買いに行ったら金も払わないのに3円いくらの釣り銭とたらいをくれてちょっとドキッとしたね」「まあそれは羨ましい」「確かクヌートハムスンの『上』という小説の中にも」 ろうそくを買いに行ってご苦労ねるの釣り線とろうそくをタダでもらってくるところがありましたね私も夫も坪井さんの話は非常にうらやましかったフクロウの鳴いている憂鬱な森陰に泥沼に浮いた船のようになんと寂しい長屋だろう支室と墓地と病院と インバドのようなカフェに囲まれたこの太子堂の家も飽き飽きしてしまった時ににに明日はタケノコ飯にしないかか。ね。タケノコを盗みに行くか3人の男たちは道の向こうの竹藪を背にしている床屋の2階の飯田さんを誘って裏の丘へタケのこ盗みに出かけていった。 女たちは町の火を見たかったけれど諦めて太子堂の縁日を歩いた竹藪のの麹に出した露天のカンテラの火が噴水のようにくんじていた6月末日朗らかな空なので丘の上の絹のような緑を恋して久しぶりに貧しい女と男は散歩に出る話をした。 鍵を閉めて一足遅く出るとどっちへ行ったものか男の影は見えないイライラして日出りの激しい丘の道を行ったり来たりしたが随分おかしな話であるあざみの茎のように怒り立った男は私の背を激しく突くと閉ざした家へ走ってしまった「おい鍵を投げろ!」またか。 私は泥棒猫のように台所から入ると男はいきなりたわしや茶碗を私の胸に投げつける「ああこのひょうきんな粗骨物をそんなにもあなたは憎いというのか私はしょんぼり井戸端に立って青い雲を見た右へ行く道が左へ間違ったからって バカだねという一言で済むでないか私は自分の寂しい影を見ているとふっと小学校時代に自分の影を見ては空を見るとその影が空にも映っているあの不思議な世界のあった頃を思い出して高々とした空を私は見上げた悲しい涙が湧きあふれて私は地べたへしゃがむと カイロの水売りのような強襲な歌を歌いたくなった「ああ全世界はお父さんとお母さんでいっぱいなんだ」「お父さんとお母さんの愛情が唯一のものであるということを私は生活にかまけて忘れておりました」「前だれをかけたまま竹やぶや小川や洋館の横を通ってだらだらと丘を降りると」 ポポポポツ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 蒸気船のような音がするああ尾道の海私は海近いような錯覚を起こして子供のように丘を駆け下りたそこは交番の横の工場のモーターがうなっている霧でガランとした広っぱ未クの停留場にしばし私は電車に乗る人のように立っていたが お腹がすいてめまいがしそうだったあなた随分さっきから立っていらっしゃいますが何か心配事でもあるのではありませんか今さっきからじろじろ私を見ていた二人の老婆がなれなれしく近寄ると私の体を四つの瞳で洗うように見た笑いながら涙を振りほどいている私を連れてこの親切なおばあさんはゆるゆる歩き出すと 信仰の強さについて足の曲がった人が歩けるようになったとか悩みある人が神の子として元気に生活に楽しさを感じるようになったとか天理教の話をしてくれた川沿いのその天理教の本部はいかにも涼しそうに庭に水が打ってあってもみじの青葉が塀の外に吹きこぼれていた二人の婆さんは神前にぬかずくと やがて両手を広げて異様な踊りを始め出したお国はどちらでいらっしゃいますか白い着物を着た中年の男が私にあんパンと茶をすすめながら私のわびしい姿を見た別に国といって定まったところはありませんけれど原石は鹿児島県東桜島ですほう ずいぶん遠いんですなあ。私はもうたまらなくなってうまそうなあんパンをつまんで一口噛むと案外固くって粉がボロボロ膝にこぼれ落ちていった。何もない。何も考えることはない。私はつと立って心前にぬかずくとぷいっと下駄を吐いて表へ出てしまった。パンくずが 虫歯のほら穴の穴中でどんどんんれていってもいいっもただ口の中に味覚があればいいのだ家の前へ行くとあの男と同じように固く玄関は口をつぐんでいる私は坪井さんの家へ行くとはろばろと足を投げ出して横になったお宅に少しお米ありませんか 人のいい坪井さんの細君もへこたれて私のそばに横になると一握りの米を茶碗に入れたのを持って生きることが嫌になってしまったわという話になってしまった「太子さんとこ信州から米が来たって言ってたからあそこへ行ってみましょうそりゃあええなあそばにいた伝次さんの細君は両手を打って子供のように喜ぶ」。 真実愛しい人だ六月末日久しぶりに東京へ出る新庁舎で加藤さんに会う死の考慮六円いただくいつも目をつぶって通る神楽坂も今日は素敵に楽しい街になって店の一つ一つを覗いて通る 隣人とか、肉親とか、恋人とか、それが何であろう。生活の中の空ということが満足でなかったら、描いた愛らしい花はしぼんでしまう。快活に働きたいと思っても、悪行造言の中に、私はいじらしいほど小さくしゃがんでいる。両手を高く差し上げても見るが、 こんなにも可愛い女を裏切っていく人間ばかりなのか、いつまでも人形を抱いて黙っている私ではない。お腹が空いても、食がなくても、うおーっと叫んではならないんですよ。幸福な方が眉をおひそめになる。血を拭いて紋死したって、びくともする大地ではないんですよ。陳列箱にふかしたてのパンがあるが、私の知らない世間は、 なんとまあピアノのように軽やかに美しいのでしょうそこで初めて「神様ちくしょうと怒鳴りたくなります長い電車に押されるとまた何の慰めもない家へ帰らなければならない詩を書くことがたった一つのよき慰め夜飯田さんと妙子さんが 歌いながら遊びに来る俺んとこのあの美しい結構結構泣くのが欲しいんだろう坪井さんとこで豆ご飯をもらう六月末日今夜は太使堂のお祭り家のお園から前の広場の相撲場がよく見えるので みんな集まってみる西前田川という行事の呼ぶ声に縁側につま先立っていた私たちはドッと吹き出して交渉した知った人の名前なんか呼ばれるととてもおかしくてたまらない貧乏していると皆友情以上に自分をさらけ出して一つになってしまうみんなよく話をした 階段なんかに話が飛ぶと、太子さんは千葉の海岸で見た人玉の話をよくした。この人は山国の生まれか、非常に美しい肌を持っている。やっぱり男に苦労する人だ。夜更け一時過ぎまで花遊びをする。萩原さんが遊びに来る。酒は飲み出し、金はなしで、 敷布団1枚くず屋に1円50銭で売るお米が足りなかったのでうどんの玉を買ってみんなで食べる酒の代わりに焼酎を買ってくる平手持て吹雪に濡れし顔を拭くとも共産を主義とせりけり酒飲めば鬼のごとくに青刈りし 大いなる顔よ悲しき顔よ「ああ若い子どよいいじゃないかいいじゃないか」いいじゃないか「歌を知らない人たちは卓木を交渉してうどんをつつき焼酎を飲んだ」「その夜萩原さんをみんなと一緒に送っていった夫が帰ってくるとかやがないので部屋を閉め切って蚊取り線香をつけて芯につくと「おい起きろ起きろ」 ドタドタと大勢の足音がして麦踏みのように地響きが頭に響く「寝たふりをするなよ起きてるんだろう起きないと火をつけるぞおい大根を抜いてきたんだようまいよ起きないかい」飯田さんと萩原さんの声が入り交じって聞こえる私は笑いながら黙っていた 7月末日朝寝床の中で素晴らしい新聞を読んだ元の死者夫人が不良少年少女の救済をするというので円満な写真が新聞に載っていたああこんな人にでもすがってみたらなんとかどうにか自分の行く道が開けはしないかしら私も少しは不良じみているし まだ23だもの不良少女か私は元気を出して飛び起きると新聞に載っている元の夫人の住所を切り抜いて私は麻布のそのお屋敷へ出かけていった折り目がついていても浴衣は浴衣だけど私は胸を空想でいっぱい膨らませていたパンお作りになるあの林さんでいらっしゃいますか どういたしましてパンを頂きに上がりました林ですと心につぶやきながらちょっとお目にかかりたいと思いまして「そうですか今愛国婦人会の方ですがすぐお帰りですから」。女中さんに案内されて六角のように突き出た窓際のソファに私は腰をかけて美しい優雅な庭に見入っていた。 青っぽいカーテンを通して風までが高慢に膨らんで入ってくるどういうご用でやがてずんぐりした夫人はセミのように薄い黒い夏羽織を着て入ってきたあのお先にお風呂をお召しになりませんかどうも大したものだ。 私は不良少女だっていうことが嫌になって夫が廃病で困っていますから少し不良少年少女をお助けになるお余りをいただきたいと言った新聞で何か書いたようでしたがほんのそういう事業にお手助けしているきりでお困りのようでしたら九段の婦人会の方へでもいらして仕事をなさっては手よくりのように外に放り出されると 彼女が眉を逆立ててなぜあのようなものを植え上げましたと女中を叱っているであろうことを思い浮かべて椿を引っ掛けてやりたくなった「へえ何が事前だよ何が公共事業だよだ」夕方になると朝から何も食べない二人は暗い部屋にうずくまって当てのない原稿を書いた「ねえ 洋食を食べないへえ<ー>カレーライスカツライスそれともビフテキ金があるのかいうんだって背に腹は変えられないでしょだから晩に養殖を取れば明日の朝まで金を取りに来ないでしょ初めて肉の匂いを嗅ぎ じゅんじゅんした油をなめるとめまいがしそうにうれしくなる。一口くらいは残しておかなくちゃへんよ。腹が少し豊かになると生き返ったように私たちはしそうに青い目をふかす。まったくねずみも出ない有りさまなんだからな。みかん箱の机にもたれて童話を書き始める。 外は雨の音。玉川の方でポンポン絶え間なく鉄砲を撃つ音がする深夜だというのに元気のいいことだだがいつまでもこんな虫みたいな生活が続くのかしらうつむいて子供の無邪気な物語を書いているとつい目頭が熱くなる いびつな男と認識不足な女では一生経ったとて白いおまんまが食えそうもないね。